ご覧いただいています映像は、現在の建設現場の様子です。新基地の建設に向けて、辺野古の海に土砂の投入作業が行われています。ご覧いただいています映像現在の建設現場の様子です。土砂が投入された現場は、埋め立て海域の南側の護岸で囲まれたおよそ6.3ヘクタールの区域で、 沖縄防衛局は今日午前8時半に県に作業開始を連絡しました。一方、キャンプシワブゲート前では土砂投入を前に早朝から市民らが反対の声を上げていて県民の反発が強まっています。